えー、会話に関する案敬語からふなっしー語に移行しなければならないまたはしたい場合え、えー、例えばこちら自分がふなっしーだと発覚したえもしくは相手から「ふなっしー語でいいよ」と言われてしまったと、えー、この問題はですね、えー、タメ口同様簡単に見えて意外と難しいんですよね。な、えー、なぜならばあー急にいーフナッシー語に変えてしまうと、はい あ、ここから船市後にしていくんだと思われてしまいます野球に関する案、テーマはこちら、えー、甲子園の土問題、えー、毎年高校野球の甲子園大会の中継を見ていますとまあ試合後に負けたチームの選手がですね泣きながらこのように土を集めている光景よく目にしますで、甲子園の土について調べていく中で 僕は衝撃の事実を目の当たりにしてしまいました。なんとですね、甲子園の土がはい、メルカリでガンガンに売られてました。衝撃ですよね、これね。これ僕も目を疑いました。あの激闘の証を、あの青春の思い出をね、一体誰が売るんでしょうか？と言ってもあの土を持ち帰れるのは、まあ基本的には出場校の部員だけですから、えー、まあ売ったのは当然部員の誰かということになりますよね。 では一体部員の中で、はい、誰がメルカリで売るのかとこれを勝手に推理していました勝手にですこちらご覧くださいはい、えー、これ先発メンバー9人です仮にこの中に売った人物がいるとした場合の売る可能性を僕は数字にしてみましたこんな感じですはいこれあらかじめ言っておきますけどもこれはあくまでも僕が勝手に思う数字ですね